さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ前回ですね、セッティングの角度っていうところをお話しさせていただいて、今回はスタンス幅っていうのをちょっとお話したいなと思います。前回に引き続き、これ僕の板なんですけども、僕スタンス幅54で乗ります。今だとフリースタイルソフトブーツで使う時にはラウンドでも54だし、ハンマーでも54で乗ってることがほとんどですね。でアルペンだと僕これ48ぐらいまで狭めて乗るようにしてます。じゃあこのスタンス幅が広いと狭いってどういうメリット、そしてデメリットがあるかっていうのをちょっと大まかに考えてみたいと思うんですね。もちろん板がメタルが入ってるから硬いんですよとか、ロッカーしてるからふにゃふにゃします、柔らかい板なんですよとかっていろいろなものがあると思うんですけれども、根本的に板を、ごめんなさい、スタンス幅を広くしてあげると、トーションって言って板がねじれること、板のねじれのことをトーションって言うんですけども、この板をねじるっていうことが狭いよりは広い方がねじりやすいなと、力の働きかける塩梅がね少なくて済むかなと思う。で反対にスタンス幅が狭くなると、今度板がしなるフレックスっていうのが非常に作りやすくなるっていう大きな違いがあるかなというふうに思います。でこの板をねじるっていうアクションをカービングターンの中でどこに一番活かしやすいかなって思うと、エッジの切り替えるっていうポイントになるんじゃないかなと思うんですね。もちろんいろんなテクニックがあるので、ターン中にも登場も使えますよ、使うんですけれども、もし本当に板がねじれるよってなったら、こっち側のエッジとこの辺のエッジが同時に接面コンタクトを取るってことは、こう切り替えっていうものがものすごくやりやすくなるだろうなって思う。次のエッジを接面に触らせること、切り替えること、乗り換えることが、板やトーション柔らかい方が、トーション使えた方がやりやすいので、その柔らかく感じるために広くしておくとエッジの切り替えやりやすいですねっていう印象かなと思う。で反対にスタンス狭くしてあげる、狭くしてあげるとグーって、板がしなること、フレックスがかかった時にスタンス幅が狭い方が、ここからここまでの残ってる量が、まあ、簡単に言ったら増えるっていうことだから、ここのしなり方っていうのはスタンス狭くしてあげると、ノーズ側も一緒ね、スタンス狭くしてあげるとグニャーっていう風に最終的にはしなるっていう状態が作れるんじゃないかなと。じゃあこの板のしなりっていつ必要って言われたら、それをターンにうまく落とし込んであげると、しなりによる深いカービングターンっていうのもトライしやすくなるんじゃないかなと思います。なのでスタンス幅のちょっと広い人の滑りを見ると、エッジの切り替えが素早くって、なおかつ足先のこの筋力とかをうまく使ってやるので、アグレッシブに見える、そんな切り替えをやってる人は結構スタンス広い人が多いなと思います。でこのアグレッシブな切り替えの部分が、自分が板を動かしてる感じじゃなくって、深いターンをしてきた結果、それによってビューンっていう風に切り替え機を含めて、切り替え機で板が走ってるねっていうのは、どちらかというとこっちの板が、ごめんなさい、スタンスが狭いっていう乗り方してる方の方が息つきやすいのかなっていう印象を受けております。なのでスピードに乗せて板を走らせるってなったら、やっぱり板は、ごめんなさい、スタンス幅は狭い方がしなりと反発が使いやすいなって思うと、まあアルペンの人たちは、そうか、スタンス狭いな、僕もアルペンの時だけ48だしなって思うし、ちょっとこう切り替えも含めていろんな操作をしたいなって思ったら、ちょっと広めの方がコントロール性が上がるなと思います。っていう風にスタンスを広くする、狭くすることによって、ターンのどこに影響が出やすいかっていうのも明確にできるんじゃないかなって思うので、この辺から自分の得意な部分を伸ばしたりとか、苦手な部分を克服したりとかっていう入り口にもなったらいいかなと思います。そんなところで今回はスタンスの幅、広い狭いによるボードに働きかける影響の違いから、ターンでの適切な
ポイントに有効活用しましょうっていうお話でした。それではまた、スノーボーダーの青木瑠でした。